あれやで。はい、どうもありありです。さあ今日は今年捕まえたクロオオアリ、ちょっと前々から検証したいというかやってみたかったことあって、ゼリーの巣で果たしてアリは飼育できるのかっていう、これもう画面に見えてると思いますけど、これは今見えてた巣はこちらですね。アリの巣、ゼリーで作れるアリの巣なんですけど、2000円ぐらいだったかな。これを使って果たして本当にアリを飼育できるのかということでちょっとやっていきたいと思います。本当の1年2年とかやっていけるのかっていう、それをちょっと試していきたいと思います。ちょっと一旦中の様子見せますね。はい、これ今現在の中の様子です。実はもう産卵してて、あの奥に卵見えますかね、黄色っぽいやつ。産卵まではとりあえず行ってます。ここからどうなるのか。穴はねまだ掘ってないっていうか、まだ入れたばっかりなんでね、掘ってはないんですけど大きいお尻が見えてますね。とりあえずね入れたばっかりなんで、穴を掘ったりとかはしてないんですけど、これからどうなるのか。多分おそらくね掘らないとは思いますけどね。とりあえずねワーカンが生まれてからかな、もし掘るとしても。はい、ゼリースに移してから3週間ぐらいですかね経ちました。もうちょっと見てもらえればわかるんですけど、ここね、ここ、これね入れて割とすぐ1週間ぐらいかな、1週間も経ってないと思いますけど、こっち側に窓あるんですよ。でそっから光が差してきてて、それを嫌ったんじゃないかなって、その日よけみたいな、多分そんな感じなんじゃないかなと思います。で肝心の成長具合なんですけど、もうちょっと拡大しますね。わかりますかね、幼虫も繭も見受けられるんで、順調に成長していってるんじゃないかなと思います。クロオアリのウィザンというか、初めてのワーカーが出るまでって通常だと、4、50日ぐらいなんですけど、初めての時でもうちょっと時間かかるんで、あのワーカーがいないんでね、もうちょっと時間かかるんで、多分あと 2,3 週間ぐらいかかるかなと思うんですけど、ゼリーにカビも生えてないし、行くんじゃないかなと思います。もしかしたら腐っちゃうかもなとかっていう予想してたんですけど、今のところは大丈夫みたいです。6月7日に捕獲してからおよそ1ヶ月半ぐらいですかね、とうとうワーカーが浮かしました。イエーイ3匹浮かしてますね。ちょっとね、2日ぐらい前にもう1匹浮かしてたのを確認したんですけど、ちょっと撮影がねできなくて、今撮影してるんですけど、3匹とりあえずね浮かしてますね。でゼリーの方もね、特に腐ってるようなカビ生えてるとかそういうこともなくて、今のところは順調かなっていう感じです。ゼリーの巣は、このゼリーも一応アリが食べれるようなものらしいので、しばらくの間はね、餌場をつけなくても大丈夫かなと思いますけど、もうちょっとね、増えてきたら、5匹とか、そんぐらいになってきたら、餌場つけるか、もしくは肉餌とかね、ちょっと投入してみようかなっていう、そんな感じで考えてます。一応、順調だとアリの巣ってカビが生えたりとかそういうことはしないっていうことにはなってるんで、以前何も使わないで放置してたゼリー巣はどのぐらいかな、1ヶ月2ヶ月ぐらいでカビちゃった記憶があるので、多分アリがそのカビ防止の成分を出してくれてるのかな、そんな感じがしますね。はい、ということで約1ヶ月半ぐらいにわたって観察してきましたけど、とりあえず現段階の結果としてはゼリースで、新女王から立ち上げはできるっていうことになりました。再度ねまたここから観察していって、本当に長期飼育、例えば100匹とかそのぐらいまでいけちゃったりするのか、そこら辺もちょっと見ていきたいですね。はい、ということで今回はこの辺にしたいと思います。よかったらチャンネル登録、コメントぜひよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。ありありでした。バイバーイ。